圭介のソングス&ドックス、週末はミュージシャン。さて、くつろぎモードでお届けします今週の圭介のソングス&ドックス、週末はミュージシャン。なんと隣に、この子はスーと言いますかね、普段は散歩で登場している子ですが、こういう登場の仕方をしておくと編集長がとっても楽なんではないかという勝手な、こう忖度というんでしょうか、ね、絵的にも隣にこう暖炉が燃えてたりなんかしてね、4月に入りますが、まあまあ私のようなところはまだこんな感じで暮らしているよということでございます。さて、先週から、これまでと少し変わった雰囲気で、お届けしていますというか始まりました新シリーズというんですかね、ですが今週はこのやんちゃな人の寝巻き風でありつつも暖炉があり、暖炉っていうかまあ薪ストーブっていうんですけどね、そして、犬がいて、何やらこう毛皮風のところに獣が休んでいて、ちょっと嫌そうというね。嫌なんですか、嫌っぽいね、お届けしてみたいと思います。そして新シリーズですので、ライブの方も2月からでしたかね、今年の、始まった近所に赤羽の近所にある CIS さんというところの毎週1回水曜日にオリジナル限定で、限定オリジナル縛りで30分ずつ、ライブどうでしょうっていう企画をやってましてね、私がたまたま2月から3月にかけてちょっと水曜日の夜が、会議も何にも研修も何も入れてないっていう週が続いたものですから、そこで歌った曲を今週はまとめていってみたいと思います。それでまあ30分限定とかなると、まあまあ大人っていうか近年の曲もこう一旦長くなってって最近の曲がまた短めの曲も出てきてるんですけど、やっぱりほら4分5分の曲と3分ぐらいの曲ってこうミックスしたり、あるいは3分ぐらいの曲だったらたくさん固めて打てたりっていうのもあって、いつだったかな、30分間に8曲フルコーラス入れられたことがあったんですね、その時だったと思います。ですので楽曲自体は、20代ぐらいの頃の曲ばかりです。まず1曲目満月という曲を聴いてください。「かじり倒してやれ」
さて満月終わりましたが、くつろぎのこのお嬢ですね、お嬢いいね。全然僕を相手にしてないのが伝わってしまうかと思いますが、なんか悪くないですよね。犬ごと映るっていう企画もね、いいのかなと思います。そして、楽曲は昔の曲とは言っても今でもこの曲がお前の曲ではこの曲が一番いいという方が年にやっぱり1人2人3人こう現れるというね、回り舞台という曲を言ってみたいと思いますが、21で終わっちゃってるわけだから、30年前の曲ってことになるのでしょうか。その年齢の部分を僕がこう説明するもんだから中身も実話だと思われてたりしますが、全然そんなことはございません。回り舞台という曲です。どうぞ。なんかいいですよね、本当ね。
良くないのは俺の寝巻きですよね。まあこのくつろぎモードはちょっと、どうかなと思いますが、くつろぎすぎかなと。最後ぐらいはどうですか、ハッピーな曲でね。23とか4とかですかね、同級生の女性が先輩と結婚するときに、記念してとか勝手にお祝いして書いた曲です。一般にはとんかつの歌などと言われがちですが、正式名は、バランスという曲でございまして、今日はいいなあ、これこうやってるともうずっと喋んなくてもね、この人ここが好きなんですよね。どうかな、ダメ、そうそうやらないの、ちょっとこれね、ご機嫌だと足上げて股を撫でろってやるんですけど、機嫌が悪いです。すんごい目つきなの分かります、すんげえ嫌そうな顔して。さあ、赤羽のシーアイスさんでのライブから3曲目です。今週もこのやんちゃなパジャマ姿にて、中継してみました。お聞きください。そしてまた来週もお付き合いください。ダメなの、どうなの。さあ、バランスという曲です。どうぞお聴きください。さよなら、また来週。君はたくさんたくさんとんかつを作る、僕はたくさんたくさんとんかつを食べる、たくさんたくさんとんかつあげても、僕はたくさんたくさんとんかつを食べる。僕はたくさんたくさんブラウスを洗う、君はたくさんたくさんブラウス着替える、干しても君は次から次へとブラウス着替える。君はたくさんたくさん毎日稼ぐ、僕はたくさんたくさん仕事を探す、君はたくさんたくさんしっかり稼ぐ、僕もたくさんたくさん少しは稼ぐ。ここでたくさんたくさん素敵に暮らす。